こんにちはみなさん。今日はインスタグラムでとっても質問いただいたこちらのルックのチュータリアルをしていこうと思います。よかったら最後まで見ていってくださいな。フレグランス、オイル、グルテンフリー、かつ水を弾いてくれるアワーグラスのミネラルプライマーを使っています。ファンデーションはローリアルのトゥルーマッチルミファンデーションを使いました。 コンシーラーはこちらのマックプロパレットから一番明るいイエロートーンのコンシーラーをハイライトに使っていますそしてマックのディップダウンをアイブロウに使っていますまずはじめにメイベリンカラータツーメタルのカラーが65ゴールドラッシュこのアイシャドウペーストを指で取ってまぶた全体にこういった感じでのせていきます でこれだけでは黄色みがとても強いので次に NYX のアイシャドウカラーはえっと下の方に書いておきますねこれを上からのせていきますそうしたら次にマックの「キットカラー」をクリースブラシで取ってクリースの上にのせていきます 次にマックのバニラをアングルブラシで取って眉下にハイライトカラーとしてのせていきます。そうしたら次にマックのバークを取って目の V コーナーにのせていきます。この際にえっと V な感じで入れていくんですけど下の方を 結構まあちょっと長めな目の半分ぐらいまで、えっと、行くように色を乗せてってください。そう、こんな感じで。 次にまたキットカラーを同じブラシで取って、クリースの上に色を足していきます。そして綺麗なグラデーションを作っていきます。今日使ってるのは NYC のアイライナー、いつも使っているやつです。で、たまにあのアイライナーの引き方の質問をされるんですけど、まあ、こんな感じでまず、えっと、尻尾から描いて、上描いて、 で、次に埋めてから、この目頭から最後までを、あのー、つなげるっていう感じでやると、まあ、想像通りな感じでアイライナーがかけます。はい、つけまつげ今つけてます。そして、ローリアルのボリューミネスフォールラッシュズマスカラーを使っています。これはウォータープルーフのやつです。 で、えっと、NYX のゴールドのアイシャドウに戻って、目の下にこういった感じで色を乗せていきます。一番初めの、グラデーションの一番初めの色になりますね。だから多めにボワッと入れてください。それ次に、えっと、メイクアップウォイバーのペンシルアイライナーを目の粘膜、ウォーターラインとちょっとその下の方まで。 ちょっと大幅に描いて次にマックのキットアイシャドウをさっき使ったやつに戻りえっとこういった感じの小さいブラシで取ってこのえっとメイクアップフォーエバーのペンセルアイライナーをぼかしていきます色をのせながらぼかしていきますで怖がらず目頭の,あの下の方もがっつりぼかしてください したらマスカラ忘れないでくださいねはいアイメイク終わりで次に、えっと、マックのミネラライズスキンフィニッシュナチュラルのミディアムプラスこれ私がいつも使っているセッティングパウダーなんですがこれを、えっと、先ほどハーライトコンシーラーをのせた場所と鼻の周りや、えっと、口の周りとかが壊れやすい部分にこのパウダーをのせていきます 長持ちして仕上がりもとても綺麗になります。おすすめです。そしたら次に、スティーラーの、えっと、ブロンジングパウダーカラーがシェード2番。これを結構日焼けな感じのブロンザーなんだけども、これを、えー、っと、ブデリ,リアムトゥーズのブラシで取って、こういった感じで、あの、影を作っていきましょう。 下にぼかさないで上にぼかしてくださいね。上に。こういった感じで上に。そしたら、私はおでこ。あの、毛の生え際を、生え、生え、毛の生え際毛の生え際毛の、毛の生え際にものせます。そしたら、えっと、マックのメルバ。これ何のルックにでも合う、あの、チークなんだけども、 これをね、笑った一番高いところから乗せていきます。こんな感じで。はい。そしたら次にこのマックのチャージドウォータースキンハイドレーディングミストを顔全体に乗っけてお粉を顔にひっつけます。そしたら NYX のリップライナー。ヌードベージュ。多分結構使ってるいつも。あとマックのミス。そして NYX のグロス。 シュガーパイを乗せていきます。こんな感じでね。そしたらまたブロンザーに戻りのノーズシャドウを入れていきます。ノーズシャドウを入れると入れないと全然違います。鼻高い人は別にそんなに入れなくてもいいからね。もうハイライトパウダー乗せただけで勝手に、あのー、加できるから。そしたら今日は、えっと、手元に、えっと、ハイライトパウダーがなかったので、 これが使えるんですよ。えっと、マックの色なんだったっけこれ。下の方に書いておきますね。これ、このアイシャドウ、マックのアイシャドウ、これを、えっと、ハイライトパウダーとして使いました。えっと、どこにのせるかというと、チークボーンと T ゾーン、あと、唇の上にちょっとと、あと、顎につけて、これで完成でーす。 見ていただいてありがとうございました。えー、っとインスタグラム、アメブロ、あとフェイスブックも持ってます。よかったらチェックしてみてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイバーイ。